ガズです。本日は発達障害を持った人の上司をイラつかせてしまう仕事とその対策についてお話しいたします。アスペルガーや ADHD なんかを持っていますと、もうとにかくめちゃくちゃ怒られますよね。頑張っていてもうまくいかないよ。それが故に、もう向いてないんじゃないかなとか、うわ、社会不適合者なんじゃないかと落ち込みますよね。もう僕もですね、もともと仕事全然できないマンでして、ほんとダメ人間だなと自分のことを責め続けたんですけども、現在ではちゃんと勉強をしていき、動画編集会社の代表として売り上げを上げておりますので、じゃあ、上の立場の人というのはどういう言動をしたら怒らせるのか、そしてイラつかせたりとか嫌われてしまうのかということについてお話しいたします。もちろんそれだけで終わってしまっては悲しいですので、後半でその対策も詳しくお話しします。この動画見ていただきましたら、発達障害を持った人は、あ、なるほど、これがいけないんだなと理解することできますし、逆に上司の方も、あ、なるほどね、こういう思考でこういうミスしてしまうんだということを理解できますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、上司をイラつかせる仕事、まず一つ目が、やりっぱなしです。出したら出しっぱなし。何か仕事をやり始めたら、それを途中で投げ出して別のことやるみたいなことですね。これは ADHD 傾向を持った方に多いことで、いろんなところに注意がいってしまうので、あ、あれやんなきゃと思って、今のことを置いといて別のことを始めてしまいます。そんなことをやっていますとですね、その場は散らかりっぱなしだし、どうせって言って移動が増えますから、仕事は遅くなるし、すると上司はまだ終わってないのかと、イラつかせてしまうなんてことになるんですね。これ分かりやすい例で言うと、コンビニとか行くと、補充するためのお菓子の段ボールはそこら辺にいろいろ転がってて、届いたお弁当とかパンとかのケースがいっぱい置いてあって、でその状態でスタッフが別の発注してるみたいなことですね。いや、なんか散らかってるなとか、狭いなと、お客さんが思うぐらいですから、上司がそれを見たら、お前何やってるんだという風になってしまうということです。もちろん仕事によってはマルチタスクが必須なんだよとか、これやってる最中にすぐに離れなきゃいけない時があるんだ、なんてことあると思うんですが、今やってることを終わらしたりとか、一回片付けてから移動しないと、あっちらこっちら行ってしまい、散らかるわ、仕事の効率は下がるわで、うまく仕事が回らないなんてことがよくあります。そして二つ目のイラつかせる仕事っていうのは、指示が通らないということですね。例えば上司から、これやっといてねとか、これ改善しといてねって言われたことを忘れてしまったりとか、また同じミスをしてしまうということです。これは発達障害特有のワーキングメモリーといって短期記憶だったりとか、その情報を処理するところが弱いことから来るんですが、ついつい聞いたことを忘れてしまったりとか、イレギュラーに対応できずにテンパってしまうってことがよくあるんです。そこでプラスアルファでいきなり言われたって対応できないよとか、忙しいから全部聞いてられないっていうことあると思うんですが、上司はあなたのことを信頼してこれお願いねとか、これやっといてねというふうに言っています。そして、それをやらないということは上司の期待を裏切るということですね。仕事というのは、ただ目の前の作業をするだけではなく、人間関係や上司との関係というのもとても重要になってきます。恋愛シミュレーションゲームでいうとこの好感度が大切ってことですね。あの人に何言っても通じないやというふうに見られてしまうと、仕事ができないやつと思われ、もう時給は上がらないし、ボーナスの査定も低くなる。全部自分に返ってきてしまいますので、これは気をつける必要があります。これちなみに、立ち悪いのがアスペルガーの方なんかは、人の指示聞かないけど自分の言いたいこと言うみたいなことやっちゃう人がいるんで、そんなことしたらもちろん嫌われますし、文句があるなら本当に 100% フルコミッションの完全歩合制の営業の仕事して、自分で結果出すしかないぐらいのことになってしまいますんで、めんどくさいとは思いますけども、人間関係というのも大切にしてください。そして最後3つ目が、期限をぶっちぎるということです。この日まで提出しといてねとか、この日までに納品してねということを不注意によって忘れてしまったりとか、優先順位をミスって間に合わないなんてことがよくあります。これ、直接上司に迷惑かけるならまだしも、他の部署にまで影響が出てしまうことがあるんですね。例えば、シフトこの日までに出しといてねとか、経費で使った領収書ちゃんと申請しておいてねみたいなことをリーダーに言われたら、リーダーに期限までに出しとかないと、シフト決める人とか、経理の人の仕事が遅れてしまうわけじゃないですか。言ったことをやってもらえないというのは、上司にとってはイレギュラーになります。それはつまり不安を与えるということであり、その不安というのは怒りに変わるので、言われたことをきっちりやるであるとか、期限を守るであるとか、やりっぱなしになってごちゃごちゃさせないっていうのはとても大切になります。じゃあ、どうすればいいの?という話ですよね。以前、発達障害の人が絶対にしてはいけない言い訳の動画を出したんですが、ここで、いや、頑張ってるんですけどとか、いや、ちゃんとやったつもりなんですけどね、みたいなことを言ってしまうと、さらに好感度は下がり、あなたは会社で居づらくなってしまいます。一応、雇われているという立場ですから、ミスを防ぐということがとても重要になります。ということで、まず、やりっぱなしに対しては、対策として、シングルタスクというのがとても重要です。これはもう一つ一つ仕事をとにかくやっていくということです。途中で、はっ！って思い出したとしても、メモを持っていて、そのメモに後でやろうって決めておき、その場は離れず、今着手していることをとりあえずやるってことですね。これ ADHD 傾向の人は特にそうなんですが、とにかく動線が多いんです。動きが多いんですね。カメラで一度見てもらうとわかるんですが、めちゃくちゃ非効率です。普通の人が10回ぐらいで済むところを ADHD の人100回ぐらいやってます。いや、マジでこれ。ただでさえ、ワーキングメモリーや短期記憶が弱いのに、そんないろんなとこやってたら、確実にミスってしまいます。もし途中で移らざるを得ないという場合は、今やってることを一度片付けてから移動するということを意識してみてください。すると上司がその現場を見た時に、おいなんでこんな散らかってるんだと怒られることがなくなります。シングルタスクはミスらない大前提の仕事法ですので、意識していてください。そして2つ目、指示が通らないということに対しては、見えるところにタスクのメモを置いておくということです。その日1日やらなければいけないことって前日にわかるじゃないですか。それを一覧で書き出してチェック表にします。そして当日、これもやってなって言われたことを、そのタスクメモにプラスで書いていてください。どうしても発達障害を持っていると、聴覚からの情報処理が苦手ということがありますので、やっといてねって言われて、あ、はいわかりましたって返事したとしても結構忘れちゃうんですよ。なので言われたらすぐに書く。ってのは絶対。その上で、そのメモを机の上にバンって貼っておくだとか、みんなからも見える目立つところに置いといてください。これ、スマホのメモとか手帳とかだと見えなくなるんで忘れてしまうなんてことがあるんですが、テーブルの上に A4 の紙を用意して、そこにバーってタスクを書いていけば忘れることもありませんし、上司がそれを見た時に、おいこれどうなってるっていう風に声かけてくれる場合もあります。もう僕はね、すぐ忘れるから、のメモは絶対でした。で、これ実際やってみると、次何にしようかなって迷うこともなくなるので、仕事の効率爆上がりするんですよ。やらなきゃいけないのに忘れてたというのはとても痛いです。それだけで一気に信頼を失うので、そういうことがないように見えるところにタスクメモというのは明日からもうぜひやっていってください。そして最後3つ目、期限をぶっちぎってしまうということに関して、この対策は見える化です。今回の場合はタスクメモではなく、例えば社内共有の Google スケジュールであるとか、1ヶ月の予定の締め切りを書いたカレンダーなんかを上司も確認できるところに貼っておくということですね。やっぱり僕ら発達障害人って視覚情報の処理が得意だったりするので、やっぱ見えることって大事なんですよ。見えることによって、あ、これやんなきゃいけないんだって忘れることもなくなりますし、周りからもあれ大丈夫かって確認してくれます。自分だけでなく周りの人の目にも触れるようなツールというのを使っていただければ何でもいいんですが、忘れや抜け漏れを防ぐために自分で頑張るでなく、したシステムや周りの目というのを使い、ミスというのを防いでいってください。発達障害を持っていますと、とにかく仕事でミスることがよくあります。それはいろんな作業をやりっぱなしにしてしまったりとか、指示が通らなかったりとか、期限をぶっちぎるなんてことがあるんですが、やりっぱなしを防ぐにはシングルタスクが大事ですよと。そして指示を忘れてしまうなんてことは、タスクメモを用意しましょうねと。そして期限を忘れてしまう、ぶっちぎってしまうという場合は、自分や周りが見えるようなツールを使えば対策ができますので、ぜひ明日から何か一つでもいいからやっていってください。今日の動画に関連して、発達障害の人がついつい仕事でミスってしまうことを防ぐ方法の動画ですとか、逆にこういう職場環境ってあんま良くなかったりとか、こういう上司ちょっと危険なんだよなんて動画を動画説明欄に貼っておきますので、合わせてご覧になってください。あなたが一瞬で輝く人材になったりとか、頑張るべき環境というのが分かるようになります。今日の動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、僕は毎日20時過ぎぐらいから YouTube ライブを行っております。大人の発達障害の当事者会であるとか、毒親育ちの被害者サロンなんていうのをやっておりますので、なんか人生面白いことないかなとか、なんかいつもミスばっかしてんだよなという場合は、ぜひ覗いてみてください。ぶっちゃけね、ほんと細かいミスをしてしまったりとか、会社内でうまくやれないってこと結構あるんですけども、すべてちゃんと対策があり、それを一つでもいいから少しずつやっていけば、周りの人は、お、なんか対策しようと頑張ってるなっていうふうに評価してくれます。大変なこといっぱいあると思うのですが、ぜひ過ごしやすい環境を作るためにコツコツやっていってください。あなたの成功、これより応援しております。以上、かずきでした。